自由一路。皆さんこんにちは。北村和樹です。7月の31日から猫侍2南の島へ行く、公開になります。すごくバカな映画というか、本当に面白おかしく、きっと腹からこうなんか出てくるぐらいに面白いんじゃないかと思います。たまにこういうバカな映画を見て、幸せな時間を過ごしていただけたらいいななんて思ってます。皆さん家族、恋人、たまにおじいちゃんおばあちゃん、息子、子供、まあ本当に仲のいい人たちと一緒に見て、一緒に笑ってくれたらいいなと思います。楽しんでみてください。よろしく。